はい、皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。よろしくお願いします。はい、今回はですね、こちら iPad を使ったデジタルお描きイラスト対決をまたやりたいと思います。久々になんかやる気がするわ、デジタル。今回は iBase Paint のソフトを使ってやりたいと思うんですけども、まあ最近はね、デジタルイラストっていうのは、まあ加工と素材を、その2つを制するものが、もうデジタルイラストを制すると言っても過言ではないので、まあ、ありがたいからね、素材は。いや、まあ、それを使いこなすって本当大事なのね、今ね。なので、今回は素材対決です。おー、なるほどね。いかに素材を使いこなせてるかを競いたいと思います。素材はいっぱい使うからな、俺。そうでしょ？意外とできそうでしょ？そうだね。それでは早速やっていきますよ。レッツ、チェケラ！はい、こちら、iBase Paintです。早速、マイギャラリーからキャンバス作っていきたいと思います。では、早速、ここに、今回は、より素材を活かして、イラスト描けた方の勝ちですので、はい。みんなにね、あ、いいね、この素材の使い方って思われるような素材を使ったイラストを描こう。わかりました。で、素材はね、どういうことかみんなわかんない人のために今から説明したいと思います。素材はね、ここの、ちょっと4つ上にあるボタンの一番右側をクリックしてもらうといっぱい出てきます。もうすでにね、特に自分で追加してるわけじゃないんだけど、2772素材入ってる。こんだけあるっても大変だけどな、こんだけ。とりあえず、ちょっと私は人物の絵を先にさっと描いちゃいます。はい。今回は、究極の作戦に出て、シルエットをなぞるという作戦に出ました。で、これすごいいい案だと思う。やっぱ絵描けないっていう時には、これすごく、ここで当たり取れるじゃん。いや、まあ、当たり取る以前に絵しかなぞっちゃってるけども。いや、いいんだよ、別になぞって。問題はあとはこのシルエットにちゃんと洋服とかを当て込めるかだよね、S君がね。いや、もう当て込めないんだけど。まあでもシルエットを活かすっていう、まあ絵がもしね、こううまく描けないなとか思う人は、こういう素材を、ね、いや、いいと思う。なぞっても別に問題ないんじゃないかっていう。とてもいい案だと思います。いや、でも本当に最近、そのデジタルのイラストっていうのは、素材をうまく活かすことと、加工をうまくするっていうことが、もう全然それだけでなんかデジタルへのクオリティが変わるぐらい大事な技術なのね。でもこれからデジタルのイラスト勉強する人たちっていうのは本当そこをね、すごいちゃんと勉強するといいと思うんだけど、私もね、まだまだ加工とか素材の使い方勉強中で、やっぱりちょっと一緒にみんなと学んでいきたいなっていうところがあるんだけど、まだ今回はね、加工は本当に私は勉強中なの。でも素材はね、まだ幾分ちょっと使ってた経験あるかなと思うから、まあ、今回はちょっと素材の方の使い方とかを少しみんなに伝えられたらいいなという思いも込めてこの企画にしてみました。いや、マジで大事なんよ、ほんとそこが今の時代ね。多分アナログの場合はもう素材入れ込むって言ってもあんまなくて、自分でも書くとかしかなかったと思うんだよ。基本的にはもうそのデザインとか、そういう素材が入ってる感じをね。だけど、やっぱりデジタルになったことによって、それがもうあるやつを張り込めるっていう風になってるから、それだけで全然、だから絵の表現の幅がね、めちゃくちゃ広がったと思うんだよね。書かなくていいからね。そう、書かなくていいっていうのもあって時短にもなるプラス、例えばだけどその素材をうまく張り込むことでアナログで描いたように見せることもできるよ、デジタルのイラストなのに、何でもできるから、やっぱ素材を知るってのは本当大事だと思う。じゃあ今から色塗りに入りたいと思います。はい、俺はもう塗っていけない。あ、これでね、いつもみんなにね、これ新本先生、この状態の時ね、青く塗ったのかと思いましたって言われるからあれですけど、今私がやってるのはこのレイヤーのところにある選択レイヤーっていうところに色を塗ってます。ここで塗ったものは、選択レイヤーで塗ったものっていうのは選択できて、後でそこを一気に塗ったりすることができるから、私はね、よく使うツールです。なんか私はこの時点ですでにいろんなパーツを塗り分けちゃうんで、結構使いますよく。投げ縄はうまく使えない時どうすればいいの？選択レイヤー選んでもらって、そこで今私みたいにこう塗ると青い色が出ると思うんだ。出る。それはさ、今自分ね、そこが今 S 君が選択してるところだ。これで塗りつぶしでいいよ。これで塗りつぶしでいい。あ、そういうこと？そこはね、で今その選択してるところがきっと全部塗れるから。あ、わかった。あ、なるほど。これマジ便利だ。便利でしょ？これは絶対みんな覚えた方がいい。でしょ？これはマジ究極に最強のね、あれだわ。これで今私はちょっと肌の部分を全部選択したんだけど、元のレイヤーに戻ると、こういう風に点線でもう選択されてるから。クリッピングっていうので、レイヤーを1個作ると、今ここのね、下にあるものにしか塗れなくなるので、これであとはざっくりもう塗っていってしまいます。今から素材を私も貼っていきたいと思います。まずは素材を貼りたいところを選択しました。選択はこの選択レイヤーを使って選択してます。こんな感じで。デニム素材を貼ってみました。次は線を無視して素材を貼っていきたいので、最近よくあるバックプリントを素材で作っていきたいと思います。まずバックプリントの印刷面をまた選択レイヤーで選択して、何か良さげな素材をここに貼り込みます。さらに、この素材をこの背中の面に合わすために、パース変形。それでギュッと幅広く横に縮めちゃいます。で、少し自分の絵に色が濃いので、これで透明度を下げます。まあ、こんな感じで貼り込めました。なんかこのままだとバックプリントかもしれないから、さらにこのバックプリント面に上から汚れた紙って素材をオーバーレイで被せてみました。例えばこれがないとこんな感じ。で、オーバーレイをかけてるとこんな感じで少しこう布にプリントしたっぽい感じが出るので写真でも馴染みます。こんな感じでちょっと印刷っぽく見せてます。素材を貼り込むとどうしても素材が浮いちゃうんだけど、ちゃんと統一して影とかを乗せてあげると、素材にちゃんと影が落ちるので、なんか素材だけがすごい浮いちゃうってことあんまないかなと思います。はい、イラスト完成しましたー。お疲れ様でした。はい、今回は割と工程私しっかり説明したんですけど、はい、じゃあまずはエス君の方のイラストから見ていきましょう。はい。普通にやっぱ描いても、いつも体とかうまく描けないから、まあ、素材を活かせばいいんだと。思ったんですよ。すごいよ。で、なんか探してたら、なんかシルエット的なやつの素材とか結構あって、シルエット的な素材を透過して、それにちょっと自分なりになぞってみたんですよ。いや、すごいよ。なんか、だからいつもより体がうまい。体うまいでしょ。うまい。シルエットそのままなぞったから。顔がやっぱりちょっと浮いてるけど。いや、まあ顔はもうしょうがないし、今回は2人でこう決めてるポーズみたいなイメージを描こうかなと思って、ヒョウ柄みたいのに合わせてみた。アメリカンな、なんかファッションスタイルブックの1ページみたいな。結構おしゃれにできたなと思って。道がだよね。この背景が意外とでもさ、なんだろう、素材を取ったおかげで、なんか割と背景と人物のなんか立ち位置が浮いてないよ。いつもエス君なんかすごい変なとこにこうやってたけど浮いてないから、なんか蝶々もいい感じにセレブ感を出しててなんかすごいセレブなファッション誌みたいな感じにはなってる。ハイブランドのモデルみたいなイメージ。いやいや、絶対いつもヒールとかかけないじゃん。でもかけてるじゃん今回。やっぱシルエットが開いてる。すごいすごい。あと意外とこのダルメシアンのワンピとかなしじゃないの。ありだよね。ありでしょ。あり。しかもなんかこのヒョウ柄にこの赤いのも意外と普通のセンスがあったなんかもっとめちゃくちゃになるかと思ったけど、なんか案外服の当て込み方としてはなんか私嫌いじゃない当て込み方してて、まあね、やばい横で見てるからなんかもっと意味わかんないの当てはめてくるかと思ったけど意外と良かったけど、素材のセンスはうまく使いました。ただおしゃれかダサいかで言ったらダサいよそうかダサくない。いや実際、まあ、ありだよ。ありだけど、これ着たいから言われたら着たくないよね。いや着れないよ俺は俺は着れないけど、なんかハイブランドのなんかやつにありそうじゃん。多分だけど視聴者の9割も着れないと思うよまあ意外とでもなんかいい感じの絵がやっぱ素材を意外と使いこなしてんだよ、エス君は。いや、素材はやっぱ使いこなして。だからハンデなしにして私は正解だったと思うよ。じゃあ今度私の方見てください。私が作ったイラストです。すごい。いや、まず私としては、エス君のはやっぱバリバリ素材を張り込んでますかんだけど、私はあくまでも素材は、なんていうかな、自分のイラストのなんかこう、華やかにしてくれるおまけみたいなもんだと思ってるから、あんまり素材感が強く出すぎないっていうことを、素材を実は入れてるけど、みたいな感じで目指していつもやってる。で、がっつり最初見て素材ってまずみんながすぐわかるのは、まずこのジーパンのデニムのとこだと思うんだけど、割とデニムは自分じゃ私は描けないからうまくこの素材。そんなん無理でしょ。だから割と、よく自分でも当てはめるんだよね。で、なんかこう、ただ張り込むと浮いちゃうから、ちゃんと上に影を乗せることと、こう、ハイライトとかでこう、ちょっとデニムの濃かったりすると、絵の切れ目がわかんないから、ちょっと足の輪郭とかを浮き出させてあげる、みたいなことをやってます。で、あと、バックプリント、服の。このバックプリントのところは、こう、素材を入れてます。最近こういうグラフィック T シャツみたいなやつ、なんか流行ってたから、それをイメージでやってます。で、これも写真を当てはめると、写真すごいなんか濃くて浮くから、この上にさらに、汚れた紙っていう素材を貼り込んで上からオーバーレイかなんかで載せてます。なので少し実際ちょっと分かりづらいけど紙っぽい素材とかを入れ込むことでプリントした感みたいのを少し強めてます。であとはこのそれぞれの目のところにラメテクスチャーみたいなの入れて、まあアップにしてるの分かんないね、ラメの化粧をしてる感みたいな。最近ほらメンズも化粧するじゃんっていうので、下本先生のこの首巻き襟巻きにこのストライプの素材で、最後背景は私もエスクみたいに最初全面張り込もうかと思ったんだけど、なんかむしろここだけ枠のように入れて、おしゃれおしゃれかなと思った。それもっていう感じで入れました。ですごく空の色を手前がブルー系の色だからオレンジの色でなんかはっきりさせるか、このちょっとグラデーション甘くかかったこう薄ピンクみたいな方でこう手前の色となじますかですごく悩んだんだけど、まあ、最終的には今回はこう全体をなじまそうという感じで、まあ、ちょっと薄ピンクの夕焼け空みたいなのを入れてみました。なんかすごいね、いつもと変わらん。いや、だいたいいつもの自分のイラストにだいたい近づくような感じで、あとはまあ今回素材は関係ないけども、最近エスクが髪型を変えたってことでちゃんとそのエスクの髪型を少し反映させてあげました。本当だ、ありがてえよ。いつもエスクはこう前髪長かったけど、こっちの方がかっこいいわという感じで、エスクの髪型を変えたよという報告をここに入れ込んであげました。じゃあ今回から素材も全部これにしてくれ。そうしないよ、面倒くさい。私はやっぱりね、白髪男子はここやっぱ前髪長いのが好きなんよ。いや、俺はじゃあこれは投票してもらうでこっちの方がいいっていう人は今日からこれになります。いや、書き直すの嫌だから絶対嫌だという感じです。まあよかった。みんなの参考になりつつ、皆さんはどっちのイラストの方が良かったか、よろしかったコメント欄で教えてください。これも投票して、これもね。まあ、多分、今回は素材をうまく使いこなせてるっていうところで基準で選んでもらおうと思ってるから、いや、案外すくやっぱね、使いこなせたんよ、素材は。マジで。ああ、まあ素材だけはね。でしょ？素材だけはかびってくる。しかもなんか素材を入れることによって、色の量をめちゃくちゃ S 君短縮したから、すっごい早く終わってたじゃん。じゃあ早く終わってトイレ行ってただから、まあそういう意味ではやっぱ素材を使いこなすのはやっぱ時短にもなるなと思うので、よかったらみんなも極めてみてください。究極の時短だから。そうだよね。ちなみにですね、今回私が描いたこの線画はですね、配布しますので、よかったら皆さん自分の色の塗り絵練習に使ってみてください。マジか。まあ自分なりに良かった素材当てはめてみてよ。いいね、これはレアだね。なのでぜひぜひ皆さんやってみてください。よかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。お願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎とエスクでした。バイバーイ。